ウォルター・ジョン・ストーセルはアメリカ合衆国の政治家、外交官、ロナルド・レーガン政権にて第7代アメリカ合衆国国務副長官を務めた。1920年1月24日にカンザス州マンハッタンに誕生する。1937年にカリフォルニア州のビバリーヒルズ高校を卒業し、1939年から1940年にかけて スイスのローザンヌ大学に留学し、1941年にスタンフォード大学を卒業した。また、1949年に研修生としてコロンビア大学でロシア語を学んだ。1942年に国務省外交部に入省。1942年から1944年までベネズエラのカラカス領事館に三等初期官兼副領事として赴任した。 第二次世界大戦終戦前後の1944年から1946年までは海軍の情報部員を務めた。1947年から1949年までソビエト連邦のモスクワ領事館に二等初期官兼副領事として赴任した。1950年から1952年まで西ドイツのバートナウハイムに外務職員として赴任した。 1956年から1959年まではフランスのパリ領事館に一等書記官兼領事として赴任した。1968年にジョンソン大統領から中ポーランド大使に任命され、1972年まで同大使を務めた。ストーセルはポーランドにおいてニクソン大統領の中国訪問を手回しするためアメリカ代表として中国と接触し、 米中の会談を主催した。1972年にニクソン大統領からヨーロッパカナダ担当国務次官補に任命された。ストーセルはニクソン大統領とブレジネフ書記長が会談する場を設け戦略兵器制限条約を締結とでントの始まりをもたらした。1974年から1976年まで中ソビエト大使を 1976年から1981年まで十二種ドイツ大使を務めた。1979年のイランアメリカ大使館、人質事件では人質解放のために派遣された調査団の代表を務めた。1981年にストーセルはレーガン大統領から国務次官に任せられ、翌1982年に国務副長官に昇格した。 1982年7月のアレクサンダー・ヘイグ、国務長官辞任に際し、公認として、ジョージ・シュルツが着任するまで、国務長官代行を務めた。1986年12月9日、ワシントン DC で死去。遺体は、アーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。